の本塁打王、異常事態が発生する右肘靭帯の損傷により、今季 MLB にて今後は打者としての活躍が期待される大谷とある番組にて、元プロ野球選手の長嶋一茂氏が大谷が手術のため、離脱した際の本塁打王獲得の可能性についてコメントを残している。大谷選手は現在44本塁打で独走状態。2位のロベルト選手に10本以上差をつけている。残り33試合前後だと考えると、大谷選手が本塁打王を獲得する確率は80%から90%あるといった趣旨のコメントを残している。大谷さん、貯金だけでタイトル獲得。6月の大谷は異常だったからな。2位と10本以上差があるのくさ。靭帯損傷しながらも、豪快な44号。まさに信じられない。異次元、ユニコーン、ニューヨークメッツ戦も出場を発表。すごい人だ。夢を見させてくれて感謝。幸せしかない。今季終わってすぐに治療。大谷さんの判断を信じるのに、こんなにチームやファンのためにいろいろなものを犠牲にしてフル回転の活躍を見せてくれたから、なんとかタイトルは獲得してほしい。これだけの努力と活躍がちゃんと報われてくれないと、打者で出れると判断されたならこちらは無事を祈りつつ応援するのに、大谷が悔いのないようにすればよい。大谷選手の50本以上でのホームラン王を本当に見たかった。日本人として本当に嬉しい快挙になったと思う。無理は全く必要ない。手術するのなら早い方がいいと思う。大谷としてはあと3から5本は出しておきたいところ。いい加減、長嶋一茂に野球のこと聞くの止めたら、素人に聞くのと何も変わらないよ。プロ野球選手じゃない人の意見聞いても参考にならない。 DH 続けると言うとるやんか。打者としてなら負担は少ないとはいえ、なぜエンゼルスのために出場を続けるのか。大谷さんは今でも本気で PO 進出狙ってるのかな。大谷、勝ちたいので試合に出ます。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。土下座。